さんこんばんは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます吉井奈恵と日野千尋です。よろしくお願いします。まずは東京タワーからお知らせです。夏のプロジェクションマッピング東京タワーサマーライトファンタジアを大展望台2階にて開催中です。展望台でのおなじみの企画となりました夜景とともに楽しむプロジェクションマッピング、冬から春にかけてのシティライトファンタジアに続き、夏の間にはサマーライトファンタジアとして夏の涼しさを感じることができる映像をたっぷりとお届けします。色鮮やかに打ち上がる花火やきらめく星空、舞うように飛び交う蛍、心地よいリズムを繰り返す海岸線などなど、どれも夏の美しい情景を思い起こさせるものばかりです。もちろん展望台からの夜景もご覧いただくことができます。マッピング映像との素敵なコラボレーションをごゆっくりとお楽しみください。大展望台2階の東、北、西の3面にてそれぞれ異なったコンテンツを体験することができる2017年のサマーライトファンタジア、ぜひご覧ください。詳しくは東京タワー公式ホームページをご覧ください。それではお待たせいたしました。この後登場する北色すみれさんをご紹介いたします。2004年ゼンマイ少女箱人形で CD デビュー、クラシック音楽を基調にフランスのシャンソン、日本歌曲や大正ロマンテイストをミックスさせたノスタルジックな楽曲が特徴です。東京都内での演奏活動を中心としながらも演劇作品や映画、アニメーション作品、アーティストへの楽曲提供、共演、ファッションモデルなど、その活躍は多岐にわたり、その独自の世界観が認められ、2007年から2009年にはヨーロッパツアー、アメリカのフェスティバルにも招待されている実力派アーティストです。ハリウッドの鬼才ティム・バートン監督は来日の旅に会いに行くほど彼女たちの才能に惚れ込んだ一人です。7月26日にニューアルバム中止がリリースされます。それでは黒色すみれさんです。どうぞ。
して乾杯。嫌なことも不安も今は忘れましょう。皆様、今日は東京タワーで演奏会でございます。こちら東京タワー、天空に近い場所でございます。日頃の嫌なことやムカつくことなど、1階のビアガーデンでビールを飲んで、そしてこの展望台で乾杯と叫びながら吹き飛ばしてしまおうではありませんか。杯を掲げて乾杯。声を出して乾杯。嫌なことも不安も今は忘れましょう。杯を掲げて汗も涙もウィンに溶かし込み、世知辛い世の中、自分がなぜ生まれてきて、そして何をして生きていくのか、ああそんなこともわからないまま死んでいくのよ。だってなんと今日はゆかちんの誕生日なんですから。ほい、ようこそいらっしゃいました。ここは人生の劇場、泣いたり笑いのような面
方に違和感のあったから手作り金の色の黒字黒玉が一歩よなの静さそんな中に黒い子で頭の上を流れ星が飛んでる思い様願いまくる美味しいお肉が食べたい父上母上小さい小さい油屋のうじょうさかやのちょうちといいやのどんかちょん痛いほどに降り立つ皮膚から魂の恐れから中に光りくれるどんかちょん春でした。ゆかさん、はい、あ、流れ星にお願いする願いがお肉、美味しいお肉が食べたい。いや、あの幸さんの心を代弁したわけでございます。なるほどね、はい、なるほど、まあ、私はあのやっぱりこれあそうね、あみたいなね、すごいですね。でも本当に綺麗で、はい、あの実は去年も同じ時期に出演させていただいたんですけれども、はい、こんな感じだったかしらね。なんかグレードアップしたような気がします。天の川流れてましたっけ。去年も流れてた。パワーアップ、パワーアップしてますよ ね。年々パワーアップするね。浅草には負けてられないぞとね、はい、やはりね、はい、はい、のっぽんも頑張ってますから。のっぽんも頑張ってますよ、はい。よいしょ。先ほどね紹介していただいた通り、はい、私なんと今日誕生日でございます。当日でございますね。え、ありがとうございます。今日ね初めて見る方もいらっしゃると思うんですけどね、あの、あ、そうなのって感じだと思うんですけどでもあのすごくないですか。あの誕生日当日にあの、ま、演奏会ってことはまあね、あの、あったりするんですけど、はい、普通のね私たちの主催のライブではなく、なんと東京タワーでってね、はい、これはねあのボスの川辺さんからの黒色スミレのプレゼントではないかと、はい、なるほどなるほど、はい、思いまして、はい、憎い計らいですね。そうですね、ありがとうございますね、本当に嬉しいです。なので、はい、なんか今日はあのもちろん皆さんに聞いてほしくて演奏するんですが、はい、申し訳ないんですけど、まあ、私自身のために演奏させていただくというね、はい、ことも、なので、個人的に私が好きな曲ばかりを演奏させていただきたいと思います、はい、こにれこにれI'm not afraid of the dark.
語呂合わせのコニーデでした。それでは星に願いを、そんな曲をお届けします。憧れるだけのあなたを遠くから見ていた。いいの、私はいいの、それなのに二人が会えたらなぜだか嬉しいのに悲しいでしょう。楽しい時が好き、私の誕生日ということもあるんですが、何を隠そう、宣伝にやってまいりました。そうですね、あさって7月25日火曜日、はい、私たちの新
新しい CD がリリースされます。なんと黒色すみれ14歳だけど活動歴は13年、1歳からやってます。なんと8枚目のオリジナルアルバムに入ります。その7月25日発売、タイトルはジューシーです。14歳のジューシーです。その中から今日はおめでたい一曲をお届けします。今日は何の日、大事な日、今日は何の日、めでたい日、暗い部屋の中ろうそくに火を灯したなら、お祝いしよう、さあ目を閉じて、素晴らしいこの日のあなたに、おめでとう。は縁のない人生よ、適当に生きてきたわけじゃないよ。ある日出会ったモンスター、そいつの名前はアイデンティティ。そいつはしょっちゅう僕の後ろに立ってよ、有意義な一日を過ごしたときよ、そのたびにイエスと言い切れなくて考えてしまう。焦りとか不安とか全部背負って千里の道を一歩わけもなく歩き出し、振り越えてよ。コングラチュラチュレーションズ、コングラチュラチュレーションズ、頑張ったあなたにおめでとう。コングラチュラチュレーションズ、頑張ったあなたにおめでとう。
さあ今日は星空の下で演奏会をしますから、はい、この曲をやろうと思ったんですが、私ペンライトを忘れてきましたということで今日は1階の東京タワー水族館でお誕生日プレゼントとして幸さんが今日買ってくれたこのウーパールーパーと一緒に頑張りたいと思います。それではミュージックスタート。ちょっと目が回るよ、我慢できる？ブラックホールに食べられては隕石と惜しくラマンジュア、愉快な僕らの旅はスイ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 、素敵なものはたくさんあるけど一瞬で通り過ぎる、狙いを定めてパン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 。星屑の落ちてくる夜は散歩するよ、キモコもたなく走れる僕の主人さん、キピピリキピピリキピリと見るところまで今会いに行く、宇宙の果てまで行けたなら見たことのない食を仕込みますかね。夢の赤、失礼しました。
閉じれば。気分はアカプルコですけどね。あ、そっか、あれだった、座らないんだったではもう一曲宇宙に届けたいと思います。雨が降っていましたが、はい、今日は今はちょっともう晴れ間が出ているんですかね。そうですね。はいはい、よかったですね。はい、この間氷降りましたね、東京では。はい、うんうん、こんな大きな、ね、雨玉みたいなのが、ね、はい、しかしそのおかげで、我らがスミレ号馬車ですけど、はい、スミレ号はすっかり綺麗になりました洗車されたわけですね。ね、天の戦車です。 ありがたいですね。戦馬車、はい、お馬さんすっかり綺麗になりました。よかったよかったです。神様ありがとうございます朝から雨
私たちこんななりをしているんですけれども、はい、お姫様のつもりで、お姫様のつもりで、はいはい、7月の25日の演奏会、そして7月30日から始まる全国ツアー、はい、今日はユーストリーム配信もしておりますから、はいはい、ね、日本中いろんなところで見てるかも、もしかしたら外国の方も見ているかも、はい、黒色すみれです、はい、見てるかな、はい、東京を含む14カ所日本全国旅をいたします。8月いっぱいで、はい、詳しくはねホームページを見てほしいんですが、はい、いろんなところへ行きますので、今日フライヤーをお配りしているので、はい、ぜひもらっていってください、はい、もしね、東京近郊以外から来たという方がいたら、はい、ぜひ、8月の主に週末いろんなところへ行っておりますので、はい、ぜひぜひ、重視の世界を体験しに来ていただきたいなと思います、はい、でね、やはりこのようなドレスとかですね、このような、なんですかね、音楽だけは私たちのものですけれども、はい、たくさんの妖精さんたちの力があって、はいはい、私たちはお姫様のなりをしているわけでございます。そうでございます。みんなに作られております、はい、もちろん聴いてくださってる皆さんのパワーあって、はい、このように立って演奏できてます、はい、そんなパワーを日本全国からこのツアーでいただきたいと思います。ということで、ずっと気持ちだけはお姫様でいたい、はい、お姫様になって打ち抜くぞというね、打ち抜くぞ、打ち抜くぞ、打ち抜くぞということでね、はい、ちょっと出ちゃいましたね、はい、はい、幸さん浜松出身でございます。そうだぎ、そうだぎ、浜松の皆さん、ほらアピールして、あ、ね、家族が見てるでしょ、家族が、お母さん行くだに、行くに、行くに、ということでこの曲をお届けします。なぜかゴスロリの女の子を歌った歌なんですけど、なぜかサラリーマンの方たちに人気があるというこの曲でございます、はい、聴いてください。幸せな王女様、ワン、ツー、スThank you.
しまいそうで怖いこと終わる人と違うけどこれが好きって言えるもの出会えたから私幸せだろうに君に指先明日は君と会える
ラピスラズリでした。さて早いもので次で最後の曲でございます。私たちはあさってレコ発、新しい CD の発売として、渋谷マントルプレラウントレイニアホール、はい、レジャープレジャーで演奏会がございます、はい、なんと今日、はい、3枚だけチケットがある。そうですね、あのビビたる早い者勝ちですございます。でも大丈夫です、譲り合わなくて大丈夫ですよ、はい、譲り合わなくて大丈夫ですよ、譲り合わなくて大丈夫ですよ、はい、とても広く、はい、ふかふかな椅子のホールですので、はい、チケットは1枚5000円となっております、はい、しかし、はい、5000円で損はさせない演奏会を必ずお見せします、はい、ありがとうございます。期待しててください、はい、今日ね昼間リハーサルバッチリやってきましたから、やってきましたからね、はいはい、限定3名様チケットがまだございます、はい、そして、はい、今日はそちらで新しい CD はまだないんですけれども、はい、今まで出した7枚の CD を今日は販売させていただいております、はい、いろいろございますので、はい、終演後私たちも出ますので、はい、ぜひ話しかけていてください、はい、サインとかもいたします、はい、レコ発の方なんですがチケットはないんですけど、ご予約は受けたまられますので、チケットは3枚しかないけどってこと、はい、そうです。予約もできます。予約は何人でも大丈夫ですので。なるほど、はいはい、あとユーストリームをご覧の皆様は E プラスでも売ってますよ。黒色すみれのホームページに飛んでいただいて、はい、ポチッと予約していただければ、はい、バッチリです、はいはい、じゃあこれぐらいでいいですかね。はい、はい、今日はお集まりいただきありがとうございました、偶然居合わせた皆さんもどうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんか派手な人たちが演奏してたということを覚えていただければ幸いでございます、はいはい、ゆかちんお誕生日おめでとう、ありがとうございます。パッ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 パー、かわいい。東京タワー水族館、イエーイ。では最後はこの曲でお別れしましょう、はい、永遠に麗しくすみれの花よ。響くかと鳴らせば、もう怖いものはない。
よ。伸ばした両手は星をも使い合う刃の風がこの身を切れども立ち上がれすみれ涙を拭いありがとうございます。ありがとうございました。黒色すみれのお二人に改めまして大きな拍手をお願いします。はい、改めましてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本日のライブはいかがだったでしょうか。あ、これ、あ、ありがとうございます。はい、どうした。荒ぶりすぎてヘッドドレスが取れました。いいことです。はい、幸さんが荒ぶるほどの非常に気持ちの良い、あ、30万、お高い気持ちの良い演奏をさせていただきました。皆さんも温かく応援してくださってどうもありがとうございます。素敵な演奏ありがとうございました。はい、はい、今後のスケジュールなどを教えていただけますでしょうか。今さっき死ぬほど言ってたんですけど何回でも言います。7月25日火曜日、渋谷マウントレイニアホールプレジャープレジャーで私たち新しい CD ジューシーの発売記念コンサートが、はい、よだれてちゃったございます。皆さんぜひお誘い合わせの上、まだお席残っておりますよ。そしてチケットは3枚だけ買うことができます。その他の皆さんはお名前をくだされば当日生産のご予約にしておきます。はい、ありがとうございます。はい、この後の物販ですが、はい、本日は何をお持ちいただけたのでしょうか。あ、物販隊長、物販、はい、まずは過去 CD も全種取り揃えておりまして、あとは DVD と、あとは、ラバーバンド、そしてババーバンド、ババーバンド、はい、ラバーバンドと、かわいいポーチ、そしてかわいいポーチ、かわいい缶バッチ、かわいい缶バッチ、はい、などあります。ざっくりしています。はい、はい、あとチラシもありますので、はい、お友達の分まで持っててください。皆さんぜひこの後右手側のブースへお立ち寄りください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。黒色すみれのお二人でした。ありがとうございました。皆さんお気をつけてお帰りください。全国ツアーも待ってるよ。ありがとうございました。はい、さて15時からスタートしてきました東京タワー TV もそろそろ終了です。東京タワー TV では毎回素敵なアーティストをお迎えしています。次回の放送は土曜日7月29日、日曜日は7月30日となっております。次回もここ東京タワー大展望台1階のクラブ333にお越しくださいね。
この後も東京タワーからの素敵な夜景をお楽しみください。本日の MC は日野千尋と吉井奈恵でした。ありがとうございました。